デイゲームとナイトゲーム、ピッチャーは調整が難しいんじゃないかなって素人ながら思います。この番組は土曜日に放送しているので、うん、ほとんどデイゲーム時にナイトゲームもあります。今のピッチャーは中6日なので、土曜日投げる日曜日投げるとなるとずーっとデイゲーム。あ,あ、そうか、そうだね。平日投げるピッチャーはずーっとナイトゲーム。ただちょっとローテーションが変わると。 デーだったりナイターだったり山田さんの時代は中4日でしたから、はい、山田さん夜に投げてうん、うん、昼に投げてシーズン終盤はダブルヘッダーで投げてってもうぐちゃぐちゃだったんですが山田さん実感として夜と昼はどっちが好きだったですかまあ夜の方だねあナイターの方が好きだったうん、うん、これはなぜですかやっぱ睡眠時間の問題かな そこになるんだ、うん、それと食事時間が変わるからナイ,トナイトゲームとねーデーゲームとじゃあねはい、はい、すっごいやっぱりこう体調の整え方っていうのがやっぱ難しいよね。へ<ー>それによって調子がどうのん,どんじゃなくてその体がねナイトゲームに慣れてる体が突如としてで次の登板がデーゲームだったらそこに合わせなくちゃいけないそれでやっぱりこう崩れていくってことやっぱあるね。あ ということは山田さんナイターを投げて中4日で次出っていう時のその4日間の調整が一番難しい難しいねいや。私ほとんどそうでしたよ。ああ<ー>。私だって火曜日だから。 1>, 1週間の始まりにあげると次日曜日になっちゃうんですよね。日日で日曜日は大体当時もやっぱりデーゲームだった。デイゲームもちろんもう全然全部デーゲーム。あじゃあこの水木金土が非常に難しかったと難しい難しい。しいああ<ー>うん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 睡眠時間がね私だからナイトゲームでなげる時はそう1時とかねあんまり早く寝てもダメだしね時間ありすぎるからあ夜中の1時ぐらいになっちゃうわぎですね。うん それでナイトゲームの時は当時はやっぱり、ね、よく寝れるからね8時間9時間寝るからねあ<ー>起きるのが10時ぐらいとかねあ<ー>寝られるっていうのは体も若い証拠でそ<う>だん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 寝られなくなるって聞きますもんねそうそうそういやだけど現役時代は寝れますよあぐっすり寝れます寝れます今山田さんの睡眠時間起きるの早いですか起起ききるる早いいいいいいももううう時時半ぐららららなななったらもう起きてししままあ目覚 <laughs> 一切やらない <laughs> 寝るのも早くなったけどねこれからねナイ,ナイトゲーム始まるでしょプロ野球、はい、な最近長いでしょ試合そうですねもう長いのは10時半とか11時までかかるゲームあるから、はい、あれ野球バカだからずっと見てるんですよ見ちゃう最後まで、はい、それでヒーローインタビューまで聞かないことには <laughs> 私はそのの日納得しなないいいタイプよコメント聞聞ききたただから私は中日の選手によく言ってんのヒーローインタビューもうちょっと面白いこと言ってくれっつって今年の今年の WBC のあのヒーローインタビュー面白かったじゃないヌートバーもねだったりったところに出てこなかったでよかったですとか大谷もまだまだ声援足りないんでもっとちょうだいとかああいうのをね聞いたらあ最後まで聞いててよかったんか粋でしたみんなそうでしょ もう最近のドラゴンズの選手は若狭、はい、君がこう振った時に帰ってくる言葉も俺らが読めるもんもタイムリー打ちましたがどんな気持ちで打席に入りましたランナーを返そうと思って入りましたう,うまく打てましたよかったですかったですうこれはもう帰ってくるの分かってるもんも、はい。次につなごうと思ってました何が次につなごうと思ってんだ <laughs> 自分で決めようと思わんかこらとかっていうああいう時はね嘘でもいいから。 もう自分で決めようと思っていきました。とかって言えばいい。言いなさいよと。とそ,そのが面白いんだよスタジアム湧くし沸くしね。はい、まあ、そうやって絶対打てると思いました。とかね。はい、そうやって言ってくれればね。ようやくやったって言うんだけど、ヒーローインタビューで山田さん、私の話をちょっと差し込むのは恐縮ですが、うん、よく。 インタビューはアナウンサーが面白くすればなんとかなるんじゃないかって言われるかもしれませんがヒーローインタビューって共同素材なのであまり木をてらった質問をしてしまうと他局も使うことなので暗黙のルールで変なことは 聞かないいででねねっていうのがあるんですよだからこっちの質問としては申し訳ないですけれどもやや通り一辺倒になるんですしたがって選手にちょっと気の利いたことを言ってもらわないとあれは面白くなりようがないんですよね。うんうん、ちょっと言い訳あまりなんかこう選手との関係性が密だからといって私だけが知ってるようなことを質問にちりばめると「何やってんのこれ CBC サンデー・ドラゴンズでは使えるけど,ど NHK じゃ使えないじゃん」そうだね テレビじゃ使えないじゃんになっちゃうと申し訳ないのでこっちはあんまり遊べないんですよねだから選手になんとかしてもらわないと本当だイチローが一回面白いこと言った時あったなイチローが当時グリーンスタジアムあった神戸のねちょっとパラパラっと雨降ってきたヒーローインタビューイチローだったんですはい。皆さん雨降ってまいりましたね」っって「傘ありますか?」とかって「へえそんなこと?」「気をつけて帰ってくださいねぬれますから」つって。 いいですねわあと拍手バーっと言って「皆さん早くお帰りくださいそれじゃあ終わります」<laughs> ああすて素敵。素敵そうでいいんですよそういうのがねまあどうも雨関係ないけど <laughs> <laughs> まあだけどそういうウィットに飛んだねそうですね ちょっと今日は長くなっちゃいました。で、皆さんの終電が気になったので、さよならヒットを打っちゃいました。みたいな。さよならヒット、次に繋ろうと思ったら、さよならヒットなって、なりましたじゃなくて。決めようと思いました。皆さん。皆さん、を早く返そうと思って。そう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 。こういうね。はい。ピッチャーは、いや、キャッチャーのリードのおかげです。馬鹿、お前が投げなかったら、どうしようもないだろう。ほとんどキャッチャーのおかげって言うでしょうか確かに、それはある。はい。はい。ね。はい。 だけど、今日は抜群に良かったです。とかなんかいいよね、はい。打たれる気しませんでした。まあ、もう全然。今日はもう打たれる気しません。私はよーく喋った。それへえ<ー>、うん、まあ。今日はもう1球目からもう今日はやれると思いました。それぐらい大きなこと言っても許されるプロですよ。高校野球じゃないんです。アマチュアじゃないんです。プロなんです。自分を売り込む場所なんです。プロ精神にもうちょっとね。皆さん目覚めてほしい。はあ はい、プロは見てもらって喋ってのを聞いてもらってそれで喜んでもらうのがそれでそっからお金をいただいてんだからそうです、ね、お客さんの,あの入場料でいいただいてんのよそ,うです、ね、それを忘れて自分だけが良ければいいじゃなくてサービスをしたとこからお金をいただいてると思ったらいろいろ考えますよ。 今ふと思いましたけど、アーティストのライブコンサートに行くことあるんです。うん、当然、我々お金払ったり、うん、まあ取材で行かせてもらうこともあるんですけど、うんうん、歌だけじゃなくて、うん、歌と歌との間にそう。mc トークが入る。松山千春なんてな。もう2時間ぐらいやって。実曲ぐらいしか歌わないんだけども。<laughs> しゃべってるしつーっとしてそのしゃべりがねおもいんですよね抜群なのさだまさしさんもそこが面白いってよく聞きますし面白い松山千春さんそこ面白いんですかつやれる面白いやついないうわ聞きたいな一回行って感動するからあそうですか俺もう行くたぶっに面白い今何な,ならもうそこを聞きに行くぐらいのお客さんもいるかもしれませんね今日は何しゃべるんだろうかとかね <laughs> 歌じゃんそれでまた千葉の場合はそれと丸,丸っきり逆の歌が出てくるでしょ<ー>女歌がはい、はい、優しい声でそのギャップがすごい<ー>やっぱ和術ですよ。なると野球選手も、うん、打った投げたもいいんですが、はいはい、ちょっとそのヒロインタビューでのコメント和術、うん、そこも磨くとよりよりね自分もアピールできるしお客さんも喜んでくれるっていう両方がいいんですよ。うん まさかデーゲームナイトゲームの話からヒーローインタビューに来、うん、松山千春まで出てくるとは <laughs> 山田さん千春さんのステージはご覧になってな何回か見てますよそのやっぱトークが面白いと千春、はい、はね私が監督やった時にね今でも思い出しますけども、はい、あの時懐かしらね北海道で試合あったんですよ、はい、北海道で、はい、その時にね負けたのかな、はい、ホテルへ帰ったんですよ、はい、あの時ねわざわざね試合前に来てくれてたんですよ球場に 頑張ってなって感じしてるから、はい、ありがとうなってまあなんとかまあ自分なりにやるわとかなって喋っててホテル帰ったん、はい、ホテルの中にシャンペンとかうわそのバーっと料理が「監督へ」っつって「っご苦労様でした千春」って書いてるんですよか<ー>ああいう粋なことをやるんですよ <laughs> 本当にいい男なんですよ本当にへえ うん面白いですね、うん。なんだっけ、デイゲームの話デイゲームで結局やばな。そう、結局睡眠時間。<直>睡眠時間ね。そこから行ったんだよ。そう,そうですね。こ,こでだ、はいたい八時間から九時間寝るでしょ。はい、ならナイトゲームの時は大体たい十時ぐらいに起きても全然大丈夫なんだ。はい、それがまあ軽く時間を過ごしてて。 朝とお昼と一緒ぐらいの食事なんだ。はあはあはあ、そういういことになりますよで投げる時はもうそれからもう、まあ、6時プレーボールならその11時ぐらいに食事をしてほとんど取らないでああ軽いいいものを取っていくっててくうああそれで帰ってきた時にあの投,げて投げ終わった後とってそんな食べれないんですよやっぱり。ああ スープとかねちょっとうどんとか消化にいいものを食べるんですよそれがナイトゲームで投げる時そっか今度例えばプレーボールが1時となるでしょう。ありますあります最低でも4時間前ぐらいにはもう体を万全にしておかないかんなんですよ9時ぐらいにはもう体勢に整えておかないかんなんですようわなるとやっぱり睡眠と食事のバランスがバランスがやっぱ大切になってくるんですねはあ 食べ過ぎてもいかんしそれからもうあまりにも空腹でもいかんし